どうも、おはようございおまはようす。ございます。先生、何かお手伝いできることがあったらいつでもおっしゃってください。わかりました。どうも皆さん、こんにちは。フェリシティです。乱歩の6回目か。やっぱり日で区切って30分ちょっとぐらいだと結構回数が増えてきますね。なんだよ先生、飯ならまだだぜ。なんかフレンドリーになってる。そんなネジ見たこともないな。ひでえもんだなこりゃ。どんなものでしょうか。この部屋はまあそんなに変わらないだろうな。もうこっちの部屋は気になるけど、どうだったかな。はあ先生、私は昨夜は眠れませんでしたよ。少し痩せたかな。どうしてこんなことになっちゃったんですかね。どうしてでしょうね。私を呼んだからじゃないでしょうか。江戸川という名前は殺人事件を引き寄せるかもしれませんよ。2回か。例えば前回で前々回のタイトルの説明をしなかったなと思って、今改めてしますけど。ごめんなさい、舞子、誰とも会いたくないの。ダメですか。ごめんなさい、舞子、誰とも会いたくないの。まあ、舞子はレディっていうのは、舞子の字が違いますけど、京都の舞子さんですね。スワローズファンでもおなじみの須藤正幸監督の、ミュージカル映画ですね。上白石萌音さんが出てるマイフェアレディをもじったタイトルの映画ですけども。すみません、今手が離せないんです。それと少々大人ぶってる舞子ちゃんをかけたタイトルになってました。将棋でもやってんのかな、手が離せないって。お、開いた。何か用か。用だ。からくりのことかな。あんた、公爵様は自殺だと思うか。調べてみないことには何とも言えないよ。だから、どんなことでも情報が欲しいんだ。わかった。が野球選手にありがちな顔なんだけど、誰だったかな。俺知ってた。公爵様が何度かこの部屋に入れてくれた。そうか。何のためだかわかるか。何その笑顔。覗かせるためだ、奥様を。いやあ。入れ。その穴を見てみろ。公爵様は夜よく俺をこの部屋に連れてきて覗かせてくれた。小原公爵、変態が確定しましたね。なんでそんなことをさせてくれたのか俺は知らねえ。聞くこともないだろう。鼻の穴。公爵様がこうして見せてくれるっておっしゃるんだから。俺はこの部屋の片付けをしてる。向こうの部屋を調べるなら好きにやってくれ。この公爵が亡くなっていた部屋は何なんだ。公爵様のお母様のものを片付けてある部屋だと公爵様はおっしゃってた。なるほど。待ってる。
公爵様のお母様だ。これは似てますね。公爵様がまだ小さい時に亡くなったって話だ。その他のことは知らねえ。詳しいことは何も知らねえ。これは知ってた。奥様にこんなことをしてた時も覗かせてもらってた。でも奥様の写真が切られてるのは知らない。舞子ちゃんが君が静子さんの部屋から出てくるところを見ている。それも公爵の差し金か。いや、最初は俺が勝手に奥様の下着なんか。お前も変態だ。でも公爵様はそれを知っても何も言わなかった。さあもういいだろう。いや急に逃げたよ。一応同じような作りだけど中身が違う。映写機、舞子8歳が見られるの。舞子8歳よりも舞子15歳ぐらいがいいんじゃないのかな。片付け中だ、入らないでくれ。また覗いてんじゃないの。おや、静子さん。先生、私が殺したんです。私が。部屋にあったアルバム、今もお持ちですよね。あの時私はちょっとした悪ふざけだと申しましたが、そんなものではありません。毎晩のように私、変態に付き合わされていたのか。こんな風に私もそんな恥ずかしめには耐えられなくなって、きっと前の二人の奥様もそういう大河原から逃げ出されたんだと思います。でも私はどうしても逃げることができなかった。自分でもわからないんです、大河原を愛していたのか憎んでいたのか。そもそもどうやって知り合ったんだろうな。あの部屋のことはいつ知ったのですか。あの晩です。何か物音がするので部屋を出てみると、舞子さんが大河原の部屋から出てくるのが見えました。何かと思って行ってみると、大河原があの部屋にいて、私を見るとまた無理やり。その後私は大河原に毒を飲ませたんです。毒はどこに。はい、毒はどこにあるんですか。捨てました。どこに。海に。どうやって飲ませたんです。薬だと嘘をついて。遠投が得意なのかな。先生もう少し待ってください。この後舞子さんが困らないように手はずを整えたら、私警察に行きます。どうかそれまではお願いします。こういうセリフを3回ぐらい聞いたな。まあいいけど、まあ動機は納得できるし、
正当防衛だという見方もできるけど、果たしてそうなのか。ポイズン。毒だ。薬と同じ瓶に毒が。そんな分かりやすい毒なのか。お医者様に頼まれて公爵様をお運びするんだ。入らないでくれ。まだいたんだ。それは見たいな。あまり顔も知らないのに、あの写真ぐらい。写真はなんか変装してるけど。なんとなく樋口かな子さんに似てる感じですよね、この絵だと。じゃあどうなんだろうな。まあ、それこそあの母の面影を追ってならこっちも秦美智子さんには似てる感じはするけど、フィルムが見られるのかもしれないな。舞子8歳。いや、そうじゃなくて、動かない。ガバネのようだ。フィルムはどうなのかな。取れない。戻したのか。おふみさんにあの写真を見せようか。いない。じゃあおせいさんに。公爵のお母様です。あら、いえ、公爵様のお母様のことは何も存じません。でも奥様や肖像画にある前の奥様と似てらっしゃいますわね。そうですね。この瓶に見覚えは。公爵様のお薬ですわ。胃を悪くしておいでで、いつもお部屋に置いて飲んでらしたんです。あら、もうこんな時間。舞子お嬢様がお風呂から上がられる時間です。え、行かなきゃ。失礼します。先生、そんな部屋にずっといたはずだよ。
覚が怖いですよね。宝石箱。イヤリング。あ、先生、勝手にレディの部屋に入るなんて失礼だわ。本当だよ。びっくりした？嘘。先生だったらいつでも歓迎よ。だって舞子先生好きだもん。魔性の女だわ。舞子のイヤリング先生が見つけてくださったの？いや、机の上にあったんだよ。変なの。この前どっかに行っちゃってずっと探してたのよ。なんで机の上にあったのかな。でもよかった。これ知ってる？あ、おばあさまの写真な。お父さまいつも舞子に、おばあさまみたいに素敵なレディーになりなさいって言ってたわ。舞子が毎晩お父様のところに持って行ってあげてたのよ。お父さんが亡くなった晩も？うん、また遊ぼうねってお話ししてたら、お父様またお腹が痛くなっちゃって、だから私机の上にあったこのお薬とお水を持って行って差し上げたの。藤木君みたいだな。本当の公爵の部屋に同じ瓶に入った薬があったはずだ。まさか。まさか。どうなさったの先生。舞子、そろそろ寝るわね。お風呂入ったらすぐ寝なさいっていつもお父様がおっしゃってたから。おやすみなさい先生。耳がかぶれてるのかな。申し訳ありませんけど、明日にしてください。あのイヤリングをこの部屋から隠すように持ち出して、あそこに戻すのは罪をなすりつけようとしてるか、あるいはかばってるかの、どちらかになりますよね。先生、お疲れでしょ？あれ、もう終わりなの今日。今日はもうごゆっくりとお休みになってください。続けていくしかないのかな。それで先生、申し訳ないんですが、先ほどの瓶をもう一度見せていただけませんか？これどっちを見せるんだろうな。どっちを見せるかによって何か展開が変わるのでしょうか。どうだったかな。先ほどのって言ってんだから。まさかこれが毒？公爵が亡くなっていた方の部屋の机の上にあったんですよ。普通の部屋の方に置いてあった薬と同じように。そんなことって。同じような作りの部屋、同じ場所に置かれた薬と毒。舞子ちゃんは何も知らずに薬と間違えて公爵に毒を飲ませてしまったのだろうか。静子さんは
公爵の部屋にあった舞子ちゃんのイヤリングでそれを知った。それで舞子ちゃんをかばおうとしている。そう考えるのが一番自然なようだ。これは不幸な事故だったと。そうなんでしょうね。続けていきましょう。10月19日、私は3月25日からでしたっけ。おはようございます。おはようございます。先生、昨夜は申し訳ありませんでした。お寿恵さん、舞子ちゃんが公爵に毎晩お薬を持って行ったことを知っているんですね。はい。先生、舞子お嬢様を助けてあげてください。きっと舞子お嬢様は間違えて公爵様に、そうかもしれません。あの、今日一日先生にご一緒してもよろしいでしょうか。いいですよ。横溝くんの舞子お嬢様を助けることでしたら何でもおっしゃってください。横溝くんほどのパワーはないけど。あれ、お寿恵さんを助手にしたんかい。今日は何だい。やはりお母さん。ああ、公爵様のお母様だろ。いや、私は知らないよ。私が来た時にはもう亡くなっていたからね。まあかなり前ですからね。どっちを見せるのか。公爵様のお薬だろ。公爵様は胃が悪くてな、料理にも気を使ったんだよ。まあ胃腸が悪いって、藤木君みたいだな。ちびまる子ちゃんの僕は。あれ、なんで二つも薬があるんだい。さあもういいかい。いいよ。わかりやすい毒だな。おふみさん、おや先生、今日はおせいさんと一緒ですか。そうです。毒を見せるのどうだろうな。ああ、公爵様のお薬だね。お釈様のお母様かい。釣り具は、まあ何度見ても綺麗だよね。モロだったんですね。私は会ったことないけど、私の母親がね、お会いしててよく話には聞いたよ。あら、おふみさんのお母様もこの屋敷に。おや、知らなかったのかい。知らなかったよ。私がこのお屋敷へ来たのもうちの母親がいたからだよ。公爵様のお母様は、まあ、それはお綺麗でお優しい方だったらしいよ。それがね、確か27の時だったかしら、病気でお亡くなりになってね。その時公爵様は4つか5つだったらしいよ。本当に。あの公爵何歳なんだろうな。2人の奥様は失踪なさるし、40ぐらい。公爵様もまあよくよく女の人に縁のない。あら、こんなこと言っちゃいけないわね。いいよ。じゃあ失礼するよ。じゃあ舞子。舞子お嬢様は奥様と一緒に病院に行かれています。
なんだ、その公爵の死体と一緒にってこと。遺体と奥様と舞妓お嬢様は今朝早く公爵様のご遺体と一緒に病院に行かれましたわ。なるほど。まだ菅野が粘ってんのかな。開いた。あ、入れる。開かない。あれですね、プロジェクターでさえ、今のプロジェクターでさえ結構セットするの、スクリーンとかセットするの大変なのに、この、まあ、多分8ミリでしょうけども、映写機も大変だろうな。入れた。舞台俳優かな。おっと、レイコのフィルムが。舞妓お嬢様のお母様の名前ですわ。公爵様、こんなところに前の奥様を撮影したフィルムを撮っていらしたんですね。秘蔵のフィルムということは、稽古は稽古霊子静子。見なきゃ。昭和4年9月25日。絵と雰囲気が違うな。自分で三脚立てて撮影してんのかな。おっと、ポイズンが。校舎ですよね、これもちろん。ですね、埋めてる。そこは睡眠薬でもよかったんじゃないだろうか。あ、やっちゃったよ。こう記録に収めるという、この時にはこの字、きっと公爵様の悪ふざけですわよね。この時代ではかなり先端をいった猟奇的犯罪者ですね。
もう見られないのか。見てこよう。この撮影が簡単な今でこそそういう犯罪を映像に収める、まあ犯罪者は結構いるのかもしれませんけど、この頃はすごいと思いますよ。先生、影、何か壁を崩すものを持ってきます。少しお待ちください。動じないね、おせいさん。先生、これならば。イッケル君、ツルハシ。シュールな絵だ。まさか大河原がこんなことをしていたなんて。変態なので。先生、お願いです、どうかこのことだけは黙っていてください。大河原の名誉だけでなく、舞子さんがこの先生きていくのに、こんなことが世間に知られてはあまりにも。そうですね、もう公爵も。こういう犯罪者の家族は大変でしょうけどね。ありがとうございます。おいさん、舞子ちゃんをかばってらっしゃいますね。私が殺したんです。薬と毒の入った同じ形の瓶、同じ作りの部屋の同じ場所にありました。私が殺したんです。舞子ちゃんは部屋が入れ替わっているとは知らず、薬のつもりで毒を公爵に飲ませてしまった。違います。あなたは舞子ちゃんが落としたイヤリングで舞子ちゃんの間違いを知り、私からイヤリングを隠して自分が殺したと言い張ることにした。私はあなたが舞子ちゃんの部屋にイヤリングを戻すところを見たんです。不幸な事故だったのです。もし私が大河原に薬を飲ませていたとしても、きっと同じ間違いをしたでしょう。ですけど、大河原があんなからくり部屋を作ったり、毒と薬と同じ瓶に入れておいたりしたから、あんな事故が起きたんです。イヤリングと関係あるのかな。先生、舞子さんのためにももう何もおっしゃらないでください。自殺として片付けさせてください。いや、舞子ちゃんには罪はありません。しかし公爵は違う。二人の妻を殺し、それを壁に塗り込めるなど、もう二人と断定してるのかな。まだ一つしか見つかってないのに。ですけど、大河原はもう死んでるんです。お願いします。舞子さんのためにも、公爵の名誉のために。稽古も見た後なのかな。公爵がなぜ二人の妻を殺したのかは分かりません。しかし、もしかしたらあなたも殺されていたのかもしれないのですよ。お願いします。私はもう悪い夢だったと忘れたいのです。すみません先生、今日はもう休ませてください。明日またお話ししましょう。まあいいでしょう。奥様は
ました？明日話すことにしました。そうですわね。奥様もいろいろありすぎて気持ちの整理をなさるのにお時間が必要でしょうから。また絵戻してるけど。かなりこの絵とは違う感じの人だったけどな。稽古のフィルムも見たのかな。誰とも会いたくなったな。舞妓お嬢様、蘭歩先生がどうしてもお嬢様とお話ししたいとおっしゃってるわ。フィルムがね、舞妓ちゃん。だけど先生、舞妓どうしたらいいの？お父様は死んでしまうし、千鶴子お母様は舞妓のこと好きじゃないみたいだし、舞妓一人ぼっちなのよ。そんなことないよ。名字を小川原から安彦に変えるしかないんじゃないかな。いいかい、君は一人ぼっちなんかじゃないんだ。分かったね。先生、私舞妓お嬢様についていてあげますわ。部屋だけみたいな。あら、入れなくなってる。じゃあ富山おふみの先生、私今週いっぱいでお暇をいただくことにしました。そうでしょうね。もうこんな気味の悪いお屋敷にいられやしませんよ。本当だよ。先生も早く出て行かれた方がいいですよ。まったく、もうなんてことでしょう。もう死体が壁に埋まってる家なんて。しかし先生もとんでもないものを見つけちまったね。舞妓お嬢様には悪いが、私はこの屋敷を出ることにしたよ。ああ心配するなよ、誰もいやしないさ。こんなことはこっちまで疑われちまうからね。常識人だな、結構。菅野はどうするんでしょうか。できない。あら、さっき入れなかったのにな。見たいんだけど見られないんだな。こんなところに行けたっけ。あ、一瞬止まるだけか。
なさそうです。何もできない。もう寝るしかないのか。舞妓お嬢様、やっと寝つきましたわ。すっかり目を晴らしてしまっていて。では失礼いたします。あれ、まだ何かできたっけ。ああ、公爵の死は自殺と決着させるのが一番望ましいだろう。舞妓ちゃんのためにも、静子さんの気持ちに応えるためにも。しかし公爵はなぜ二人の妻を殺し、壁に塗り込めたりしていたのか。変態だからです。その謎はまだ残っている。うん。多分次回がもうクライマックスで最終回だと思いますので、今回はこれで終了ですね。次回をお楽しみください。ありがとうございました。失礼します。